直近だと5月12日に、はい、古賀誠さん、はい、代表理事の、はい、講演会があるという、はい、私が月に1回ぐらいのペースで全国で今講演をして回っています。でその大経連というのは何なのかとかですね、どういうことを目指していてとか、ないしはその目指す前提として今日本や世界がどういう状況になっているのか。皆さんこんにちは、大経連代表の古賀です。古賀さんこんにちは、はい、大経連大和経営者連盟、ちょっとねいろいろ知れてきたと思うんですけれども、大経連がこう大事にしているものというか、はい、いろんなコンテンツがあると思うので、はいはいはい、その辺の説明とお聞きしていいですか。はい、まあね、うちいろんなことをやりたくてその経団連に代わる団体をと言ってるんですけど、当面今はコンテンツ、まあ講師の先生が6人いらっしゃるので、その方々から学びながら団結を、我々の団結を深めていこうということでやっているわけなんですけど、まあ、6人先生がいらっしゃるので6つコンテンツがあるんですね。でそれの詳細に関してはうち の動画登録というところを押していただくと、そこで私も語っていますし、ホームページに行っていただいて、そうです、失礼しました、ね、そうホームページの一番上の動画登録からも見れますし、まあ、この YouTube でもおいおい詳細に関しては話していきたいなと思うんですが、全体像として6つのコンテンツのうちの4つがリアルで、2つが動画のコンテンツになってます。で、4つのリアルのコンテンツにしても頻度が毎月のものもあれば、隔月のものもあれば、3ヶ月に1回のものもあります。まあ、この辺は詳細また追ってですけど、動画のコンテンツの方は毎週毎週だから月に4本のコンテンツを提供させてもらっているわけなんですが、それぞれのコンテンツ結構長いですよね。そうですね、だからリアルはセミナーなので、まあ3時間とか、まあもちろんそのリアルにも動画がついてくるので、リアルに来た方も見れるし、その後動画でも見れるんですけど、まあ長いですよね。まずは勉強しましょうってことですね。そうですね、やっぱりその学ぶことっていうのはもう一生終わりはないと思いますし、まあ学んで何になるのっていう人もいるんですけど、私はやっぱり学び続ける必要性をすごく感じているので、まあ、学びましょうと。このリアルと動画とあると思うんですけど、はい、やっぱりそれぞれに良さがあると思いますね。そうですね、はい、ありがとうございます。一番大経連が今この6つのコンテンツというか、その今の活動です、将来は置いといて、今の活動で一番大事にしているのはやっぱりリアルなんですね。これは私のもう何て言うんでしょう、持論というか、私がずっと昔から思っていること、まあコロナ禍を経てもやっぱりリアルだなということも思いました。で、まあ、AT1 というね、別でもう9年続けてきている寺子屋はもうリアルにとにかくこだわって、はい、リアルでやってました。で、まあ、その延長で今うちその4つのリアルセミナーも実際先生に来ていただいて、我々メンバーで集まってその場で、まあ、2時間とか3時間とかリアルの講義をするわけですが、終わった後に基本的にはその先生を囲んで懇親会、懇親会、ね、はい、そこすごい大事なんですよね。はい、懇親会で、まあ、お酒飲んだり、まあ、お酒飲まない方も結構いらっしゃるので、まあ、ご飯食べながら、まあ、ざっくばらんに先生も含め、まあ、先生と話をしたいっていうニーズももちろんあるんですけど、それも含めたやっぱりメンバーと話をするということがすっごく私は大切にしているし、私が見る限りメンバーさんたちもすごくそこを楽しみにしてくれていたり、あとは そこに価値を感じてくれていたりしているように見えますね。なるほどですね。うんうん、直近だと5月12日に、はい、古賀誠さん、はい、代表理事の、はい、講演会があるという、はい、宣伝ありがとうございます。ちょっと今までの話は少しずれるんですけど、うちの大経連として6つのコンテンツがあるんですが、それとまた別に私自身が今月に1回ぐらいですね、それと別なんですね。まあまあ大経連の活動は活動なので、まあ、ある意味では同じなんですが、その6つ のコンテンツとは別で、私が月に1回ぐらいのペースで全国で今講演をして回っています。でその大経連というのは何なのかとかですね、どういうことを目指していてとか、ないしはその目指す前提として今日本や世界がどういう状況になっているのか、まあ、これは現状もそうだし、ちょっとやっぱその歴史的に数百年か、まあ、1000年2000年ぐらいの歴史も含めてですけど、っていうような前提の話だったり現状の話だったり、まあ、あとはその将来未来の話だったりっていうようなことをですね、代表理事として講演をして回っていまして、この講演はですね、
各今大経連には支部があるんですけれども、その支部が主催という形でやっていただいているので、今回の5月12日に関しては東京支部、まあ、東京支部一番メンバーが多いんですけどね、新宿であられるんですね。そうですそうです、東京支部が主催で新宿で、私が、話しますので、よろしければ皆様来ていただければなと思います。はい、チラシの上の方には小さく混乱を極める世界情勢、今何を思いどう行動するかというふうに書かれています。はい、こちら5月12日ビジョンセンター新宿マインズタワー、講演会3000円、懇親会が7000円、受付が3時から、講演が3時半からで、閉会5時半、6時からの懇親会ということですので、目覚めと団結のためにぜひ皆さんにね、お越しいただきたいなというふうに思います。流暢にありがとうございます。かみませんでした、ね、ありがとうございます。基本的にはもうサイトがありますので、概要欄に貼っときますけど、そこからお申し込みと、まあ、クレジットカードの決済っていうところまで済むようになってます。でどうしてもっていう場合には、現地の受付も受付はしますので、まあ、基本的には事前にお申し込みと決済をお済ませの上で来ていただければなとは思ってます。はい、で、他に、まあ、この日がダメだよっていう人は6月29日の土曜日、はい、高崎、はい、近辺にて開催予定、はい、そして4月6日の土曜日、おそらく島内にてまた再びあるということで、はい、ね、そうです、先ほど支部主催というふうに申し上げましたが、はい、今回の5月が東京支部で、6月高崎は北関東支部で、7月は南関東支部の主催なんですが、まあ、南関東支部が千葉と神奈川にまたがっているので、どちらの方も来やすい場所ってなると結局都内になってしまうので、そうなんですね、なので、まあ、どっちか横浜とかでも考えたんですけど、まあ、考えたというか支部の方が考えてくれたんですけど、まあ、結果的には都内でという形になってます。はい、楽しみにしてお待ちしております。はい、高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。はい、では本日も皆さんご機嫌に中山を。